新南吉作「涼感物語」「手まりと蜂の子」第八回十五亀田芳斎先生の訪問亀田芳斎という偉い学者が江戸にいたその人は字がうまいので天下に有名であった ある年の秋の頃亀田先生は北国を旅していて越後の長岡へやって来た長岡の町の一番にぎやかな通りを歩いていると亀田先生は今までにあまり見たことのない立派な文字を見つけたそこで自然に足が止まってしまったそれは道端の一軒の大きな商家が あかり障子の上に貼り出した広告の文字であった。太い筆で,でこう書いてあった。酢、醤油、上州屋。なんという美しい文字だろう。見れば見るほど好きになる。温かい、優しい、そして凛としたところのある文字だ。心の美しい立派な人でなければ書けない文字だ。 誰だろうこんな素晴らしい字を書いたのは。亀田先生は張り紙のそばに行って長い間眺めていた。棒の一本一本、点の一つ一つを何度も眺め味わっていた。それから思い切って上州屋の中へ入っていった。私は江戸の亀田放彩というものですが。 亀田先生が言いかけると、主人らしい人が、えっ、あなたがあの、ご有名な亀田芳斎先生。そうですか。さあ、どうぞ奥へお上がりください。い,いえ、お名前はもう以前から伺っております。と言った。こんなところでも私の名を知っていてくれるのだな、と亀田先生はうれしかった。実は お店の障子に貼ってありました文字を見てお邪魔に上がったのですがあれはいったいどなたがお書きになりましたと奥へ通されると亀田先生は聞いたあれは国神山に住んでおられる良官というお坊さんが書かれたものです私の父が何かの折に書いていただいたのです良官 両冠全寺なら、私もちょっと聞いております。なるほど。両冠全寺のお筆ですか。そうですか。と、亀田先生は深く感心していた。私どもには心得がなくてよくわかりませんが、そんなに立派な字でございましょうか、先生。立派なものです。 私は方々旅してきましたが、こんないい文字を道端で見かけたのは初めてです。そうですか。いや、良寛善寺の書をあんなふうに表へさらしておくのはもったいないことです。あれはおしまいになる方がいいと思います。でもあれはうちの看板ですから。 なんなら私が代わりに書いてあげます。私の字くらいがちょうど看板にするには格好です。良寛善事の書など、あんなことをしておいては罰が当たります。そうでしょうか。亀田先生は、そこで良寛さんの書いたのをしまわせて、代わりに自分でその通りに書いたのである。さて。 上州屋を出た亀田先生は、急に良漢さんを訪ねてみたくなった。今まで良漢という人は、大変良い字を書き、かなり良い歌も読むと聞いていたけれど、どうせ越後みたいな硬い中に住んでいる坊主のことだから、大したこともあるまいと、かをくくっていた。それが上州屋の障子に貼ってあった文字を見て、 一度に尊敬の念が起「これは自分などと分けた違いの大先生だ。いろいろ教えてもらおう」「亀田先生は馬を雇って国頭山に行った。そこの麓に着いたのは落ちかかった秋の日が赤い光を投げかけて山の紅葉が一層赤く美しく見えている頃だった。 馬を降りて亀田先生は両側に竹や木の生い茂っている細い山道を登っていった辺りは静かでその道を降りてくるものは誰もなかった道には栗の伊賀が,が落ちていたりしたこんな静かな山の中に住んでいられるからあんな味わいの深い良い字が書けるのだ 亀田先生は思った。道の脇に小さいいりがあったので亀田先生はつかつかと庭へ入っていって「ちょっとお尋ねしますが良寛善治の宅はまだこの上ですか?」と聞いた「良寛のいるのはここですがそしてこのわしがすなわち良寛じゃが」 顔の長いみすぼらしい坊さんがつくねんと部屋の真ん中に座ったまま答えた。亀田先生はびっくりした。もっと立派な住まいにいると思っていたのである。自分の書く文字でもかなりよい値段で売れる。良寛善事はあれほどすばらしい字を書かれるのだから、懐具合は悪くないはずだ。 堂々たる家を建てて住んでいるはずだと思っていたのである。亀田先生が自分の名を告げると、ほうあなたが亀田先生。よく来られたのう。と言って良寛さんは初めて立ってきた。旅でお疲れじゃろ。まあ足を洗ってお上がりなされ。この水でお洗いなされ。 そう言いながら良漢さんが瀬戸からくんできたのを見ると器がすり鉢であった「これはあのすり鉢ではございませぬか?と」とわらじのひもをときかけていた亀田先生はまた驚いて聞いた「ああすり鉢じゃ」「すり鉢と申してあのみそをするみそすり鉢ではござりませんのか?」 みそすり鉢じゃ。いやあきれました。それではこれで足を洗うことはできません。いやあ、愛すまぬ。わしのところは貧乏でのう。たらいだのおけだのいうものがないので、大方のことはこのすり鉢で間に合わせますじゃ。それで顔も洗う、手も洗う。 口もゆすぐし足のほこりも落とすみそもすると言ったわけじゃ。だが知らない人には汚らしく見えるじゃろう。いやわしが悪かった。裏に泉がある。そこへ行って洗ってくだされ。良寛さんは本当にすまないように謝ったのである。亀田先生は 泉の水で足のほこりを洗い落としながら思った。領寒禅寺のような良い書を書く人が、すり鉢で足を洗わねばならないような貧しい暮らしをなぜしているのだろう。江戸へ持って行けば禅寺の書はきっと良い値で売れるだろうに。それから二人の間に書の話が始まった。 二人とも字を書くことが好きなので話は尽きなかった二人は実際に筆を取って一枚の紙に思い思いのことを書いたりした話の途中で亀田先生はあなたは字を書いた短冊や半説をお売りにならないのですかと聞くと良寛さんは そういうことはしようと思ったこともありませんのう。わしは皆さんからものを恵んでいただいて、不自由なく暮らしていますから、わしの方でも欲しい人には字を書いて差し上げますじゃ。最も,も自分の気分の悪い時は書けませんがのう。と答えた。また亀田先生が、ひとつ。 江戸へでててこられてはいかがですか。がすそれだけの手を持っていられれば弟子の100人や200人はすぐに集まりましょう。ぱっと有名になりましょう。と誘うと良寛さんは「いやわしはぱっと有名になりたくありませんのじゃ。わしは何一つ世のためになるようなことはできなかった。 本当の脳なしじゃから、この山の中にこっそり暮らさせていただけるさえ、ありがたいことと思っておりますじゃ。と答えるのであった。そう言われると、亀田先生はもう何も言うことがなかった。二人は書が好きなばかりでなく、酒も好きだったので、夜になると、両館さんが買いに行くことになった。じゃあ、 ふもとのむらまでひとはしりいってくるでの。あんたははなうたでもうたってまっていておくれ。そういってりょうかんさんはとくりをぶらさげてでていった。かぜのないしずかなよるだ。いおりのまわりではむしのこえがしている。いおりのなかでもコオロギがないている。いっぴきのコオロギはぼとぼとって むしろの上を飛んできて、亀田先生が寂しく思いながら見つめているあんどんの下に止まった。そして長い時間が過ぎた。頭の上で狩りの声がした。亀田先生は待ちくたぶれてしまった。どうしたんだろう。いくらふもとの村といっても、もう帰ってきていいころだ。 とうとう待ちきれなくなって、亀田先生は、いおりを出て、ふもとの方へ迎えに出かけた。ちょっと降りたところに、少しの広場があって、そこから下の眺めがよかった。誰かが、そこの松の木の根元に、腰を下ろして爽やかに登った月を見ていた。りょうかん禅寺じゃありませんかと、亀田先生は声をかけた。 ああ、わしじゃ見られいい月じゃいい月じゃのう」と涼漢さんは月から目を離さなかった「いい月ですね月もいいですが酒は手に入りましたか」と亀田先生が言うと涼漢さんはとむねをつかれたようにハッとして そばに置いてあった徳利をつかむや、さーっと麓の方へ走り出した。良漢さんは月に見惚れて、酒のことを忘れていたのである。いや、どうも、と、残った亀田先生は苦笑し,しながら思った。天下の亀田法彩が、待たされて忘れられたのはこれが最初だ。 良寛善事にかかっちゃあ叶わない。しかし亀田先生は、それでますます良寛さんが好きになり、尊敬もしたのである。上州屋に亀田先生が書いてあった広告はどうなったろう。その後、ある日また一人の通行人が、上州屋の酢、醤油、上州屋に目を留めた。 その人はこう言って常習屋に入ってきた障子の表に貼ってあるのは亀田法斎先生のお手と見受けたがそうではないかそれは牧良子というやはり字の上手い人であった牧先生は亀田先生が良寛さんの字に対して言ったのと同じようなことを言った亀田先生の書。 道にさらしておくという方がありますか。わしが代わりに書いて死んぜるからしまっておきなさい。そこで亀田先生の酢しょうゆ屋はしまわれて牧先生の酢しょうゆ屋が掲げられた。しかし牧先生の酢しょうゆ屋も。 あまり長く通行人に見てもらうことはできなかったやがて富川大会というこれも書道の先生がやってきて真木先生の酢醤油上州屋をしまわせ自分の書いた酢醤油上州屋を掲げさせたからであるこれで見ると一番初めに広告を書いた良寛さんが どんなに優れた書家であったかがわかるだろう。十六船頭の試み。渡し森のブスケさんは、欧平な人であった。そしてブスケさんの一番いけない点は、誰の言うことにでも反対をしてみるという、しょうのない癖であった。例えば人が、あそこの家じゃ、 足の裏にあざのあののうにざる赤ん坊が生まれたそうだ。おめでたいことじゃないかね。今にいい心証になるに違いない。と話しているのを聞くと、ブスケさんはすぐに反対してみたくなるのである。自分でも言わない方がよいことはわかっているのだが、喉から手が出るように言いたくなるのだから、なんともしょうがない。そこで、 何がおめでたいことがあるもんかい。足の裏にあざがあるようなものは、猫かなんかの生まれ変わりだ。ろくなことはないだ。今にその家の心生骨が傾くくれいがけりだ。と言ってしまう。実際のところ、足の裏にあざのある赤ん坊が生まれたからといって、そこの家の運が良くなるか悪くなるかわかるものではない。 しかしそれはともかくとして、ブスケさんにこんな風に反対されては、話をし始めた人は気を悪くするだろう。ところである日、ブスケさんはまたこの悪い癖を出してしまった。三人の村人たちが、ブスケさんの船に乗ったのである。そして三人は、タバコを吸いながら、りょうかんさんという坊さんの話を始めた。 涼さんは立派なお人だ。本当に立派な人というものは偉そうなことは言わない何にもお説教しない黙っているそれでいて他人を感化するのですねえ。りさんというのはそんな人ですか何でも元は出雲崎の名主の長男だったが18の時に出家して 長い間日本国中を修行していて、三、四年前越後に帰ってきたということを聞きましたけれど。そうです。そして良漢さんはちっとも威張らない。良漢さんがあるうちへやってくるとしますね。すると良漢さんは下男のようにそこのうちの庭を履いたり、赤ん坊の森をしたり。 時には風呂をたいたりそんなことまでするのですな。そうしていると不思議なことにうちの人たちの気持ちが和やかになって今まで何か争いがあっても自然に溶けてしまうというわけです。それじゃあまるで春の日の光のようですね。と聞く人の方は空を仰いでい 強くない柔らかな春の陽光は川の上に川の向こうの土手の枯れ草に降り注いでいた。そんな話は嘘だ。そんな人間がこの世にいるもんかい。と黙って聞いていた船頭のブスケさんは口の中でつぶやいた。本当に春の日の光のような方ですな。あ。そばにいると それがしょうこにりょうかんさんがみちばたにすわっているとすずめがですなあのそこらにとんでいるすずめがりょうかんさんのかたにとまったりてにとまったりしてまるであんしんしきってあそぶのですよ。すずめなどというしょう類がなつくというのは仏さまのようなひとでなければないことですよ。 そんな話はでたらめだ。もしもそれが本当なら、領官という坊主は大馬鹿野郎だ。鈴芽が肩や手に止まってもよう捉らえないようなもんは。と、ぶすけさんは言いたくてたまらなかった。もう口からその言葉が出かかっていたが、残念ながらちょうどその時、船が向こう岸についてしまった。そこには、 顔色の黒い年取った坊さんが寒そうに体を丸くして膝の上に木の蜂の子を乗せてうずくまっていた「いや涼漢さん」と今ま,まで涼漢さんの話をしていた人が船を降りながら言った「ああこんにちは宿門さん」 今船の中であなたのおうわさをしていたところです。うわさをすればかげとやらです。まったく。今からどちらへ天気がよいので、ぶらりぶらりと宅発に出てまいりましたわい。船で渡たるなら、早く乗るがえだ。と、船頭のブスケさんはつっけんどんに行った。ブスケさんは、 自分の思っていることをひと言言ってやれなかったので腹が立っていたのであるじゃあごめんいずれまた近いうちにと言って良漢さんは船に乗ったブスケさんは竿を操りながら流し目に良漢さんを見ていた良漢さんはへさきに小さくかがまって 川の神や下の方を眺めていた。なんだい、こんなクソ坊主が。そばにおってもちっとも暖かくなりゃしんねえじゃねえか。と口の中で言い,いながら、ぶすけさんは邪けんにぐらぐらと船をゆすぶった。りょうかんさんは船がひどく揺れ出したので、びっくりして船べりにつかまった。この船はよく揺れるだのう。 うん。よう揺れるだ。小せい船はよう揺れるだ。ブスケさんはふと悪いことを考えた。りょうかんさんを川の中へ揺り落として怒らせてやろうということだ。きっとカンカンになって怒るだろう。怒るようなものなら普通の人間じゃないか。船は川の真ん中あたりへ来た。ブスケさんは りょうかんさんを安心させるために、船をゆりやめた。りょうかんさんは船べりから手を離して、また水の表を眺めた。ありゃ、蝶々が、蝶々めが川を越えてゆくわい。おひがんまいりかな。いいひだでの。りょうかんさんは目を細くして、 すれ違っていく一つの小さい白いものを見ていた。それからまた言った。川も春になると雪解けで水かさが増えるでええの。こう水があふれてゆったり流れているのは気持ちのええものだわい。急にぐらりと船が揺れた。涼漢さんは どぶんと水の中に落ちてこう水があふれているのは気持ちのいいものではないことが分かった水が深くて足がそこに届かないので涼感さんは沈むまいとして手足をバタバタやった坊さんというものは泳ぎのまずいもにちげねえとしばらくぶすけさんは眺めていたが りょうかんさんがおぼれしんではたいへんだから、いいかげんなところでさおをりょうかんさんのほうへさしだした。りょうかんさんはそれにつかまって、ふねにあがった。さあて、これからこのぼうさんとおれのあいだに、けんかがおっぱじまるだろう。と、ぶすけさんは心にかまえてたった。しかし、けんかはおこらなかった。 すまなかったのうようわしを救ってくださったお前さんが竿を差し出してくれなんだらわしは溺れ死んでしまうところじゃったすまなかったのうすまなかったのう」と涼漢さんはお礼を言ったそして続けざまに三つくしゃみをした何の何の ぶさんは王に答えた本当にお前さんはわしの命の恩人じゃありがたかったありがたかったこんな老骨でもまだ死ぬのは嫌なのじゃわい浅はかなもんだわいお前さんは見ていておかしかったろう何の何の誰でも死ぬのは好かねえだ。 喧嘩になると思っていたブスケさんは、張り合いが抜けて、口先だけでものを言っていたのである。船が岸につくと、良寛さんは改めてブスケさんにお礼を言って、寒さにガツガツ震えながら土手を登っていった。だんだん小さくなっていく後ろ姿を見送りながら、ブスケさんは我を忘れて、船の中に突っ立っていたが、 やがて「へっ何であの坊主は?」とつぶやいた何が何だかブスケさんには分からなかったのである村はずれの田んぼの中のブスケさんの小さい家に明かりがふっとつく頃にブスケさんは帰ってきた「ああびっくりした」 なんでまたそんな牛みたいにのっそり入ってくるだねと、勝手場で夕ごはんの支度をしていた女将さんは言った。ブスケさんは黙って上に上がると、大黒柱の方に頭を向けてごろんと寝転んだ。前の田んぼでカエルが遠慮がちに鳴いている。ぐるぐる、ぐるぐると言っては、長い間黙っている。 ブスケさんはぼんやりそれを聞いている「さあ支度ができましたで」おかみさんが台所から呼んだ。ぶすけさんは立っていって禅の前に座ると黙って箸を取った。お前さんの大好物のタニシの味噌あえだけど。とおかみさんはぶすけさんが黙って食べているばかりなのでつまらなくなっていっ うん、とブスケさんは重く返事をしたそして二杯ごはんをいただくともういらないというのである「どうかしただね加減でも悪いのかん」とおかみさんはいつもなら七杯くらいペロリと食べるブスケさんの顔をつくづく見ながら聞いた「うん。 ブスケさんはまた重く答えた。腹が痛いのかん腹じゃねえ。それじゃあ、頭がやめるのかんそうでもねえようだ。そいじゃあ、胸が抑さえられるような気持ちがするのかんそうでもねえ。そいじゃ、一体どこが悪いのかん どこだかよくわからねえ。しかし、たしかにどこかがわるかった。どこがわるかったのだろう。ぶすけさんの中の何がいたんでいたのだろう。それはぶすけさんの両親だったのだ。ぶすけさんの胸の奥にかくれている両親だったのだ。 あんなおとなしい坊さんを俺は水へ落としてしまった。なんということをしてのけたろうと両親が胸の奥で言っていた。夕ごはんがすむとブスケさんはもう寝ると言ってとこに入った。眠ってしまえ。明日の朝になれば忘れるだろう。気持ちもさっぱりするだろう。 そうブスケさんは思った。しかしブスケさんは眠れなかった。しっかり目を閉じていてもちっとも眠くならなかった。何度も寝返りを打ってはため息をついた。そして夜はだんだん吹けてきた。突然ブスケさんは起きて出てわらじをはいた。今頃からどこへ行きなさるだね おかみさんは縫っていたものを膝の上に置いて聞いた。国神山だ。え国神山どうしてまた急にそんな遠くへ出かけるのか。ぶすけさんは簡単に今日の昼、りょうかんさんを船から揺り落としたことを話した。そして、りょうかんさんが怒ると思いのほか、帰ってぶすけさんにお礼を言ったことを話した。 おら、バカだっただ。とんだことをしてしまっただ。だから今から、その坊さんのところへ行って、謝ってくる。おかみさんも、ぶすけさんの行為が間違っていたことを認めた。お前さんは、何でも他人の言うことに反対してみるんですよ。本当に悪い癖ですよ。しかし、謝りに行くなら、こんな夜更けに出かけずに、 明日にすればいいと止めた。いや、今から行ってくるだ。もう気がとがめて寝ちゃおられないだ。そう言ってブスケさんは、外の明るい月夜へ出て行った。村は静かで、藁を打つ音がどっかでしているばかりである。ブスケさんは、一人で船に乗って、立ててあった竿を抜いた。 船は川の真ん中へ進んできた。こりゃ、冷たいだろう。と独り言を言って、しばらく水の表を見ていたが、やがて、ドブーンとブスケさんは飛び込んだ。水面の月の光が乱されて、やがてだんだん沈まって、しばらくは鏡のような水面に、誰も乗っていない小舟だけが浮かんでいた。 がそのうちにブスケさんがぽかりとかっぱのように頭を出して船の方へ抜きでを切った。船に上がるとブスケさんはブルっと胴震いして着物を絞って「これでちっとばかり気持ちが楽になっただ。だがあの坊さんはふいを食らったのだし泳ぎを知らなかったんだから。 もっと苦しかったに違いないすまねえすまねえ」とつぶやいた良寛さんは戸をたたく音で目が覚めたまだ夜中である外は月夜らしくて戸の節穴が青白く明るいこんん「こんばんはこんばんは」と外で誰かが呼んでいた 誰じゃな今自分に泥棒さんかのそうじゃねえだ昼間の船頭ですだここ開けてください。ほうほう泥棒さんかと思ったら船頭さんか涼漢さんは戸を開け船頭を中に入れてやったすると船頭は涼漢さんの足元にバタッと と平服したので、良漢さんはびっくりした。すみませんでしただ、お坊さん。すみませんでしただ。このとおりですだ。何とぞご勘弁なすっていただきて。先導は額を地べたにすりつけた。良漢さんは慌てて。お前さんはいったいどうなすったじゃ。 赤鬼が桃太郎に降参したような、そんな格好をして、一体こりゃ、なんちゅうことじゃの。ぶすけさんは、船をわざとゆすって、良漢さんを川に落としたということを話した。良漢さんが怒りもせず、帰って礼を言ったので、それからあと気がとがめてならなかったことを話した。 寝ようとしても寝つかれないので妻が止めるのも聞かずに謝りに来たことを話したせめてもの罪滅ぼしに川の真ん中で水に飛び込んでびしょぬれになってきたことも話した「うんうんそうだったのかいやいやお前さんは慣心な御仁じゃあまあ上がらしゃい」 いろりに火をくべるから着物をあぶって今夜はわしのところで泊まってゆかっしゃい。りょうかんさんは船頭を上にあげていろりに芝を入れた。そんなにしてこんでもよかったじゃ。わしはお前さんに救ってもらえたで喜んでおりますだ。お坊さんあんたは 本当に心のええ人です。あの人たちが言っとったことはみんな本当だ。同じ人間に生まれてもわしはあんたに比べるとなんちゅう心の悪い隠語のものでございますか。かわしは他人様がああ、言えばこういうこう言えばああいう。岩にゃあおれん性質でござります。だ。 わしの心は腐っとりますだ。いやいや、そんなことはない。人間には誰にでも、よい心と悪い心と、二つずつありますだ。なるほど、お前さんが他人の言うことに何でも逆らってみたくなるというのは、悪い心だが、今夜お前さんが、 気がとがめて眠れなかったのはそれはよい心じゃお前さんは本心はええ人じゃうわっ面が少しばかり悪いだけじゃわしら人間はのう悪い心を抑えてええ心を伸ばしてゆけばよいわしはそう思う。ブスケさんは、 うななずきながらいいていた本当にこのお坊さんのおっしゃるとおりだこれから自分はよい人間にならねばならぬと思ったのだった良寛さんは年取るにつれて 人々から尊敬されるようになった。みんなは良漢さんを偉いお方だと思った。別段良漢さんは人が驚くような大きな仕事をしたわけではなかった。良漢さんの偉さは地味で目立たなかった。ちょうど目に見えないほど細い糸でしみじみと降る春雨のように。春雨は土を黒く潤し、 草や木を芽吹かせてやる。良漢さんの人柄も、その周りの人々の心を潤し、上ついていた心をしっとり落ち着かせ、知らぬ間に望みと喜びの目を吹かせるという風である。世間で偉いと言われている人々の中には、なるほど固い意志の力を持って大きな仕事をしとげはするが、 人間らしさを持たないという人もないのではない。しかし、良漢さんは、そんな人とは違っていた。良漢さんは、あくまで人間らしさを失わなかった。ある日良漢さんは、野中の一本道を歩いていた。久しぶりで懇意にしている家へ訪ねていったのに、あいにく留守だったので、もう行く先のあてもなく、 ぶらりぶらりと歩いていた。空に一つの白く膨らんだ雲が流れていた。野には涼漢さん、ただ一人の姿が見えた。ほかに何もなかった。春風が軽く吹いていた。遠くにちらちら光るものがあった。草の葉や水だった。涼漢さんはぼんやりして歩いていた。 すると頭にふいと一つのことが浮かんできた。お足を道で拾うと大変嬉しいものだ。といつか誰かから聞いていたことである。それを思い出すと良漢さんは早速実験してみたくなった。幸い辺りには誰もいなかった。良漢さんは蜂の子の中から さっきお百姓屋でもらったお彫刻を取り出して、道の上に投げた。そして拾った。なんだ、ちっとも嬉しくない。と、独とり言を言った。実際少しもうれしくはなかった。もう一んやってみよう。今度はもう少し遠くへ投げた。彫刻は石ころに当たって、 チャリンとひっくり,かえったりょうかんさんはまたそれをひろいあげた「なんだちっともうれしくないじゃないか」「これはやりかたがまずいのかもしれないもういっぺんやってみよう」「今度はもっと遠くへ投げた」「同時に自分の目をつむった」「チャリンと音がした」 それからそーっと目を開いてみた。おや。彫刻はどこかへ隠れてしまった。もう道の上には見えなかった。涼漢さんは彫刻の落ちたあたりへ走っていった。そして探し回った。彫刻はなかなか見つからなかった。こいつはしまった。涼漢さんは頭をかきながら、 のをしったそのうちにとうとう彫目は見つかった小さい紫の花をつけているすみれの葉の下にそれは隠れていたなんだすみれ目が隠しておったのかそう言い,いながら良漢さんは彫目をまたもとの蜂のこの中に収めた これでじっけんはすんだ。そしてその結果人々が道で銭を拾うとうれしいということは確かに本当であると良寛さんに分かった。いやまったくだまったく本当だ。それにしてもわしはなぜこんな野原の真ん中でこんなことをしているのだろう。良寛さんは 雲を見てちょっと考えたが分からなかった。それから鉢を傍らに置くと今度はスミレの花を摘み始めた。まず長目をその葉の下に隠したスミレを摘んだ。それから近くに生えているのを順々に摘んでいった。だんだんスミレの紫の花が良漢さんの手の中で増えていった。 まだここにもあるほいまだあそこにもあるきりがなかったりょうかんさんはすみれつみにむちゅうになってときのたつのをわすれていたやがてりょうてにあまるくらいはながたまったときこしがいたくなったりょうかんさんはたちあがっていつのまにかそらがひぐれのあかねにそまっているのをみた おいもう日暮れじゃどうやら風も冷たくなったこりゃ急がにゃなるまい。涼漢さんは前かがみになって野道を急ぎ足で行った間もなく一つの村に入った村には静けさのうちに何となく日暮れの物音と慌ただしい気配がこもっていた。 りょうかんさんがそってゆくいけがきには、今夜そこに宿を求めるすずめたちが、まだ落ち着かなくて、ばたばたと羽音を立てていた。りょうかんさんは、子供を探していた。子供にすみれを分けてやりたかったのだ。土塀を叩きながら、ひとりの男の子が向こうからやってきた。ぼう、すみれの花あげようか。 りょうかんさんは言って差し出した。子供はりょうかんさんをよく知っていた。いつもよく遊ぶ心の優しい坊さんである。しかし今は日暮れであった。子供は家が恋しかった。お腹が空いていた。すみれなんかいらん。子供はそう言って過ぎ去った。りょうかんさんはまた別の子供を探した。 すると間もなく赤ん坊をんだ子守娘が向こうからやってきた赤ん坊が泣くので自分も泣きたいような顔で子守歌を歌いながら来た「すみれをあげようか」と涼漢さんは言ってまたすみれを差し出した昼間なら子守娘は涼漢さんと手まりをついて遊ぶのだけれど今は日暮れだった それに赤ん坊が背中でいいていた。自分も泣きたかった。涼漢さん、いりません。泣き声で言って、子守娘は過ぎていった。涼漢さんは、それから三、四人の子に行き合った。行き合うたびに、すみれをあげようと言った。そして、どの子からも、いらないと言われた。 りょうかんさんはもうあきらめてすみれの花束を両手に持ったまま山の中の五合庵に帰ることにしたそれにしてもなぜわしはこんなことをしたのだろうこんなにすみれを積んで一人一人子どもにあげようと言って。りょうかんさんは、 もう夕闇で黒く見えるすみれの花を見ながら考えた。けれど、はっきりとはわからなかった。りょうかんさんはとぼとぼと五号庵の方へ歩いていった。足が大層重かった。子供たちは日暮れになるとみんな勇んでうちへ帰ってゆく。しかしわしは。 自分の家へ帰るというのにちっとも楽しくはない。わしの家には誰もわしを待っているものがないからだ。そう思いながら寂しい山道を登っていった。芝の折り戸をぎーっと開けて、涼漢さんは五号庵の中に入った。中は暗くなっていた。そして、 こと,りとも音がしなかった「やれやれ暗くなってもだれも明かりをつけないこれがわしのすまいかわしはこんなところにすんでいたのか」。涼感さんはわらじをぬいで上に上がるとあんどんに火を入れる気力もなくてすみれの花束をひざにのせたままぼんやりすわっていた。 まもなく外に足音がして誰かがいおりにやってきた「涼漢さんおおどなたかの」涼漢さんは人声を聞くと急に元気が出て立ち上がった入ってきたのは顔見知りの百姓であった「これ涼漢さんの鉢じゃねえですかおお わしのじゃ。涼漢さんはすみれの花を摘んでいてその鉢をの中に忘れてきてしまったのであった。やっぱりそうですか。どうも見覚えのある鉢だと思いましたらやっぱりそうでしたか。ありがとう。こりゃどうも。すみれを摘んどって忘れてきてしもうた。まっ上に上がりなさい。 りょうかんさんは百姓を無理やり上に上がらせた。そしてあんどんに火を入れ、お茶を沸かした。まだ夕飯前ですから、ゆっくりはできませんが。あまあまあ、そう言わんで、冷や飯でよければわしのとこにもあるで、食べてゆかしゃい。りょうかんさんはしきりに百姓を引き止めたがった。百姓は、 庵の中を見回して「涼漢さんはこんなところで毎日毎晩暮らしておらしゃってよくも寂しくねえもんですな」と言った「ああそれさわしも今外から帰ってきてつくづく自分でもそう思っていたところさこんなところによく一人でいたもんだとのう」。 島崎村の木村の旦那が行っておらしゃったが、あそこの屋敷の中に小さい離れがあるそうで、よかったら涼館さんに入ってもらいたいげなが。うん、わしも旦那から聞いていた。ぜひ木村の旦那のところ行かっしゃるがええ。うん、ありがとう。お茶を飲むと百姓は帰っていった。 百姓がいた間、心が楽しかった良寛さんは、一人になるとまた沈んできた。なぜ、こんなんだろう。今は、はっきりわかった。良寛さんは人が恋しいのだ。一人でいるのは寂しいのだ。若かった日、わしは寂しさに耐える修行をした。 どんな寂しさでも平気でいられるように努力した。そしてあの自分はそれもできた。しかし年をとったのか、わしはまた寂しさが我慢できなくなってきた。つまりわしは一人ぼっちではいられない弱い人間なのだ。りょうかんさんは、 ふもとの村を見るために外へ出ていった空にはまだ少し明るさが残っていたその明るみの下を一群れの鳥が西の方へ飛んでいった一羽遅れた鳥が落語姉妹として一生懸命に追いすがってゆくのが見られたそしてすぐ見えなくなってしまった わしら人間もあの鳥どもと同じだと良寛さんは思った。わしら人間も一人ぼっちでは生きていられないのだ。みんなが一緒になってお互いに助け合って生きてゆくのだ。なんということなしに良寛さんは涙がこぼれた。そして 涙で潤んだ目を下に向けると、平屋の上の家々の小さい明かりが、あちこち固まり合って見えた。わしは、あそこへ行こう。島崎村の、わしを迎えてくれるといううちへたよって行こう。一は遅れた小鳥のように、わしは、 人々のところへ追いすがってゆこう。良寛さんの目からとめどなく涙があふれ平野の家々の火は潤んで一つに見えた。この本の終わりに私の話したかったことはこれで大体終わった。 さて君たちは、私がこの本の初めで出しておいた宿題を思い出してくれたまえ。それはこうだった。りょうかんさんのどこが偉いか。君たちにりょうかんさんの偉さがわかったろうか。もしわかったなら、私にとって大変嬉しいことである。たとえりょうかんさんの偉さはわからないにしても、この話を読んで、 君たちは、良漢さんが好きにならなかったろうか。それでも私は満足に思う。もし君たちが良漢さんを偉くも思えないし、好きにもなれないと言うなら、私は大層残念だ。しかし、それは良漢さんがいけないのではなくて、私の話し方がいけないのである。 だから君たちはこの本だけで、良漢さんをつまらなく思ってしまってはいけない。良漢さんのことを書いた書物は、まだ他にかなりある。相馬漁風、西郡旧悟、津田聖風らの諸先生がお書きになった良漢さんの本を、君たちがもう少し大きくなったら読むがよろしい。それらは大層優れた書物だ。 それらがなかったら、おそらく私も、この本を書くことができなかったほどに。では私は、これで私の話を終えることにしよう。